僕自身がなんかペルソナ、まあ、10年以上や3、4、5ってやってきて、その前は女神転生っていうゲームも関わらせてもらってたんですけど、なので今それ作った主にベテランのスタッフとか僕含めて集めて、さらにもう一段階新しいジャンルで僕らの作ったゲームをさらに世界に広められないかなっていう思いで、作りましたね。現代劇って舞台が現代なんで、ある一線超えるとすぐ嘘くさくなっちゃう、それは現実的には起きないよとか、どうしてもペルソナって高校時代ってそのなんていうか、今高校生やってる人たちにとって高校時代 のいわゆるノスタルジック、ノスタルジックっていうのはなんていうか、いつか終わりが来てしまって完結しないっていう世界 その魅力、放たれるそのなんていうか、必ず卒業が来てしまうみたいな、ずっと一緒にはいれないっていうような、それをそのもっと枠取っ払って、幻想世界の方までその世界を広げると、もっとなんか普段なんていうか、今生きてるこの現実社会のパラダイムから一旦外れて、そもそも人って何で、例えば全員が誰かから生まれてるわけで、そういう意味で その家族っていうのはその全員が持ってるわけで、だからそこへ その共感とか共鳴みたいなものっていうのは、なんていうか、よく王道で使われてるパターンがその家族ドラマなのはそういうことだと思っていて、で家族ドラマにこだわるって宣言してるわけでも何でもないんですけど、王道っていうのはいつの時代でも人に響く可能性のある、むしろすごく大衆的な楽しみだと思ってるから、あんまりそこになんていうかスポット当てた、なんか今 そのいわゆるファンタジー RPG って、それぞれのタイトルはそれぞれのタイトルで独立してなんていうか価値を発揮してるんだけど、王道って2つの取り方があって、よくあるテンプレートが王道っていう取り方もあるし、で そこへの回帰が限定回帰っていうクリエイターもおそらくいるけど、僕らはそういう考え方じゃなくて、王道って多分いつの時代も誰にも響くような、多分だからなんか原点回帰とかって気楽に使ってるんですけど、ファンタジーゲームとか昔からあったでしょ、ファンタジーゲームの良さを取り戻すみたいなものって、どこかの時代のあるファンタジーゲームの良さを取り戻したいなんて気持ちもそもそもないんですよね。その女神転生とかペルソナを作ってきたからこそ作れる、なんか幻想世界を使ったテーマ性を持ったものができたら面白いだろうなと思って始めてるので、果たしてそのトルキの時代から作られて D&D とかウィザードリーとかから発生してる、でその後ロードストー戦記とかいろいろあったけど、僕らがやっぱり語る資格もなければ、だったら挑戦する甲斐もないんだろうなっていう感じですね。真似事、ゲーム屋としてのちょっとした真似事じゃないんだけど、再定義みたいなものをその今までファンタジーゲームをずっと作ってきてない僕らだから、素人だからこそできる、なんかゼロからの発想のその幻想世界の構築みたいなものを、メガテンやペルソナで使ってきたなんか 社会的なテーマみたいなものと結びつけて、しかも娯楽として完成させることができると、なのでアトラスの今までのゲームが好きな方では、好きな方にとっては意外にも多分すんなりと手に取っていただいて夢中になれるようなものになると思っています。 Thanks for watching our interview with Katsura Hoshino. For more on Atlus, check out our Persona 5 review, and to stay up to date with all of our Japan focused content this month, be sure to keep an eye on our IGN First playlist, which will feature gameplay reveals, developer interviews, and more.